とりあえず、まあ、ちょっとレベル上げてきました。インフレしない程度に。で、そしたら、しょうこちゃんが、応急処置、2を覚えたのって、A じゃなくてね、味方単体の HP なんですよね、でも。まあでもその分多分回復力が高いと思うんですけど、できればこの応急処置の A のね、その、なんだろう、B かなんかがあるのかな？それ覚えてたらもっと楽に勝てるかもしれないんですけど、まああんまりやりすぎてもね、そのちょっとインフレしちゃうからってことで、とりあえず他は、あとフルボッコ、覚えてたのかな多分。まあ一応、使ってみたんですけど、かなり500ぐらいかな？全体に与えられると。で、あと、おいこちゃんが切り裂き覚えました。はい。まあ、これもちょっと単体相手にだったら、おいこちゃん使ってってもいいのかなっていう気もするので、まあ、それもちょっと考えつつね。まあ、でもこの二人が強いからおそらく使わないとは思うんですけど、じゃあ行きましょうか。とりあえずこの子倒して、ここも倒したから今度は3体目ですね。結構や、こいつ確か厄介だった気がするんですよ。まあ行きましょうか。とりあえず戦い方としては、もうガンガン、こいつ強かったんだよね。フルボッコ使っちゃう？まず、気合で上げてからだな。で、これも、まずはちょっと攻撃で様子見て、特技で応援していこう。で、しょうこちゃんは防御かな？とりあえずは防御で。うん、行こう。アイテムで攻撃力上げるアイテムがあればね、しょうこちゃんとか使いたいんで。あー、出た、超音波。そうだ、混乱するんだ。まずい。これまずいな。まあ、とりあえず、ラッシュで行こう。ラッシュ。で、一応攻撃だけしとこうかな。ラッシュ。さあ、どれぐらい食らう？ 431 か。MP にしては全然、あー、まずいね。これ何にも攻撃できなくなるよ。待って、混乱治ってくれ。混乱。何にもできない。何にもできないから今。ちょっと待って、困る。こいつが本当に強い。あ、ちょっと同時に使ってくれ。で、フルボッコ使ってみよう。フルボッコ。あ、これ攻撃力上がってない。あ、攻撃もしかしてあれか。上げる前に。あ、じゃあ気合いこう。一回気合い使って。まずいな。回復がなかなかできない。攻撃力上げていって、これでフルボッコ。かなり食らうんじゃない？で、ここで応急処置していこう。あ、いや、まだ使っていくか。攻撃かなー。いや、眠りはやめた。あぶね。まだ寝ている。フルボッコどうだ？どれくらいか。835か。まあ、悪くない。ずっとちょっと寝すぎじゃない、あなた。ちょっと寝すぎじゃないですか、そうちゃん。もしくはダムちゃん。攻撃されないでもしかして起きないとかある？あ、我に帰ったけどまだ寝てるね。仕方ない。ちょっとここは気合薬2を使って、ただしを回復させておこう。一応今のうちにね、回復だけさせておいて、とりあえずフルボッコで攻撃はできてるから、で回復させるでしょ。で、そのままフルボッコ継続。オッケー、そうちゃん復活した。どっちにしてももうなんか攻撃力上げても、なんか、短経過しちゃうから、とりあえず注意そらそう。防御力を下げて、で、ここで1対1応急処置 A。これで全体の回復を行って、いけば多分大丈夫。敵そんな、ダメージ、混乱とか、眠気はあるけど、そんななんか400ラの全体ダメージとかしてくるわけではないから、回復をしっかりしてれば特に問題ない敵と信じたい。あくまで願望でございます。多分結構ね、防御力あったんですよ、こいつ。ディフェンスダウンさせた。どれくらい食らう？フルボッコ661。そんなにでもあれだね、防御力上げたとしてもそんな変わんないから、ここはじゃあ気合薬2をこの2人に使っていこう。気合薬、そうちゃんとただしのダムなんか攻撃の要だから、なんかこうなるとおいこちゃんでもいい気がするんだよな。なんか結構ダメージ、強いダメージ単体攻撃で与えてたんで、フルボッコは強いけどちょっとラッシュ経験すればいいかな。経験的の方がダメージ入るかもしれないから、これやって、特技で、じゃあ応援しよう。応援して、そうちゃん。いや、多分、カラスの方が遅いから、こうだ。で、応急処置で、に使ってみようか。どれくらい回復するかちょっと、経験的の方が強いわ。経験的しよう。よし。で、応援して、フルボッコ780、そして回復はどれくらい？お、1000！ いいね。で、フルボッコもう一回の経験好きの応援で、そうちゃんにして、どうしようかな。応急処置で、一応、しょうこちゃんかな。しょうこちゃんやられたら困るから。まあでも、そんな、でもダメージは受けないから、大丈夫です。大丈夫そうだね。万全にしたのと、あとレベル上げたのが大きかったかな。だいぶフルボッコ、聖剣好き、こう、もう攻撃行こう。全体で攻撃、一気にここで畳みかける。さあ、どれくらい食らう？多分、ナムちゃんとショウコちゃんで、オッケー！よーし、今回はやっぱりレベル上げたの大きかった。よし！気合草、お、結構くれるね。レベルも上がっていって、でも技は、スキルは、覚えないか。よし、ちょっと一旦戻って、戻るというか、ちょっとパソコンのとこに行って、で、回復させようか。購入。気合薬でいいかな、全部。全部気合薬でいいよね。で、2ぐらいがちょうどいいんだよね。行くぞ！さあ、ちょっと攻撃型にしたのがどう響くかですよ。ん？あー、こいつか！大丈夫。こいつはそんな強くなかった気がするから、ちょっとガンガン攻撃して、どれぐらい。ん？あ、打ちようじゃん！あ、こいつちょっと強いな、おそらく。なんだこれ、おかしいだろ、お前の足。あた、お前の体どうなってんの？あー、しまったな。結構ガチで強い敵っぽいから。まあ、一応気合で。で、聖剣好き、切り裂き。あー、ちょっとしまったな。ナムちゃんの方が良かったのかな。いや、でも回転ちゃんとしていけば、600って大きいんだよね。この600を与えるっていうのは
ってどれぐらい違うんだ。フルボッコより、フルボッコと一緒ぐらいだったら、こっちの方がいい気がする。600段、聖剣的500。で、大きい時使うんだ。なるほど、強打。550、あ、じゃあ強打にしようか。聖剣的切り先。なんかね、その LP 調子はあるけど、この600段、あったかね、防御力常に下げれるっていうのは強いのか。どう違いのかね、まだそんな変わんないと思うんだよね。で、660は強いよね、おいこちゃん。それは強い。なんかバランスを崩してる。あ、OK。まあ、ただ一旦使えないみたいな感じだな。で、ここで一旦応急処置、A、A じゃなくて、普通の応急処置かな。とりあえず、なんかでっかい技が飛んできたら怖いので、ここで体当たり、危ねえ、なんか体当たり強そう。千段ぐらい使いそうな気がする。どうしよう、とりあえず今日だ。聖剣好き。ここで一回気合い作りがかりでしょ。そうちゃんでしょ。いや、おいこちゃんの攻撃力高いから。いや、でもいっか、とりあえず、気合い作りを使って、で、しょうこちゃんも気合い作りを今度おいこちゃんに。これでいこう。で、もう状況に応じてアイテムをしょうこちゃんが使っていくっていう形でいいかな、多分。ね、強打でね、強打、ここで特に切り先。で、しょこちゃんは使わないときは基本、気合作りを使っていく感じでいった。聖剣武器。ね、気合作り2を使って、さらにどんどん攻撃していく。敵はそんなに、なんか、大きな技を使ってくるわけじゃないから、そんなに脅威ではないかな。攻撃行こう。ここで一気に攻め立てよう。かなりもう、相手ボロボロでしょ。フルボッコ632。やっぱフルボッコの方がいいか。MP、ちょっと消費は激しいけど、でも言うてそんなにだからね。で、ここで一回気合薬2を、おいこちゃんに使うと。これ、オッケー5000の経験値3000強い。レベル19、20、お、渾身。いいね。絶対強いでしょ。いや、お、みんなを応援。お、出た。ナムちゃん強いやつ覚えたぞ、多分。アヒー、ギドジー、ブーベズビー。部長部長部長しっかり。ひどい傷早く治療しないと。私としたことが油断したよ。部長、喋っちゃダメです。くそ、宇宙人の姿を見る前にくたばるとは。何言ってるのか、何言ってるんですか、部長。こんな怪我すぐに治りますって。自分の怪我の程度はよくわかっている。残念だが、私はこれまだ。そっか、まあ、白鳥さん、まあ、現実的なこと言うと、メンバーじゃないからいいんだけど、弱気にならないでください。そうですよ、部長らしくもない。お前たちは進め。この先に侵略宇宙人がいる。5人で力を合わせて侵略者を撃つんだ。部長。ただし、あとは任せたぞ。部長、あんたって人は、部長、部長やべ、こち亀の両津が出てきた。部長そんな部長が。しっかりしろよみんな。ただし、宇宙人の野望阻止するんだろ。だったら先に進まないと。お兄ちゃん、そうだ。ただしの言う通りだぜ。悲しむのは今でなくてもできる。私たちのすべきことは、部長の意志を継ぎ、宇宙人を倒すことだ。そうね。力合わせてやりとりましょう。うわーなるほど。これで多分、だから多分部長ちょっと弱かったのかな？ちょっとね、メンバーに入れるにはどうかなって感じだったから、おそらくまあそれでも痛手がないように部長にしたんだとは思うんですけど、他の子はね、結構強いんですよ。おいこちゃんも後から強くなってきたし、これでいいよね、とりあえず。もうこれがもう安泰だ。で、行くぞ。誰なんだ？え？お前は？宇宙人？え？本当に宇宙人だったの？見つけたぜ、宇宙人！こいつが全ての元凶ね。来ます！みんな行くよ。うわ、本当に宇宙人じゃ、ダッサ！びっくりするぐらいダサ。まだここはもう攻撃に転じよう。もうナムちゃんが、あ、でも一応一回気合やっとこう。うん、一回気合やって渾身の一撃、これ強いでしょ。で、応援でまずみんなを、いや、応援ならまず翔ちゃんの攻撃力上げたいから、で、ここは攻撃に転じちゃっていいかな。よし、さあ渾身どれぐらい食らう。759強い。そして応援で攻撃力も上がるでしょ。で、気合で、で、敵は、あ、いいね、攻撃じゃん。あ、でもわかんない。後で特殊攻撃使ってくるかもしれないけど、使ってくるとしても、渾身で、で、ここで注意をするやつより、みんなの応援で、防御力を上げていこう。で、渾身、714。お、しかも混乱がつく。いいぞ。で、防御力上げていく。これは、防御力上げるのは強すぎでしょ。あ、でも我に返っちゃった。まあでもいいでしょ。渾身、で、注意をそらす。で、ここで一回もう、気合薬使っちゃおう。渾身の消費 MP が50だから相当強いね。うん、相当使っちゃう。まあ、でも気合薬、もうこれ多分最後のボスだと思うから、全然効かないからね。これなんか、僕の予想だと第2形態があるとは思う。あるとは思うんだけど、
まあでもいいでしょう。とりあえずこれで渾身使って、え、いやこれは違う。絶対ある、絶対ある。こんな弱いはずない。気合薬3をゲットした。傷薬3、魂の水。さあ第二形態はどんなやつだ。気合爆発、攻撃力が格段に上がるみたいなやつかな。さあ大きさ来たー。よし、さあラスボス、真のラスボス戦には一番いい、あ、ベホマラー的なやつ覚えましたね。来るぞ、絶対来る。こんな弱いはずない。やった、よっしゃー。なあ部長、先輩、何を言って、出てこいよ部長、もううんざりだ。そう、え、やっぱ部長だったの。部長、よくぞ見破った、尋常正し。部長死んだんじゃ。本来なら死んだままにしようと思っていたが、どういうことなんですか。部長が宇宙人の正体、バカな奴らめ。宇宙人なんているわけないだろう。え、非常識夫婦の娘、それはあんたのことなんだろう。さすがは尋常だし、お前だけは事件の真相に気づいていたのだな。ああ、非常識夫婦の娘が生まれたのが今から18年前、そして部長は今年で18歳。裏山で合流してから強引に行き先を決め、都合よく日付順に見つかる日記。東の住宅地の地下で見つけた写真に写っていた女の子。今の部長の顔にその子の面影がある。そして最終目的地目前での不自然だし。それらに日記の内容を含めて憶測する、推測すると、あんたは両親にクラッシュネームをつけられ苦悩していた。そして中学卒業を機にその、コナン君かな？その名を変えようとしたが両親に反対され、絶望してあんたは名前と一緒に家族も捨てて、常識高校にやってきた。ところがあのバカ夫婦は、私にクラッシュネームを受け入れさせるためにクラッシュミストを作り始めたのだ。せっかく15年の苦労を乗り越え、新しい人生を歩もうと思っていたのに、あのバカ夫婦はどこまで私の人生につきまとってくる。非常識な人間は本当に厄介だ。関わりたくないのになぜか向こうから干渉してきて、その腐った価値観を押し付けてくる。今の日本はそんな人間で溢れ返っている。だから私はクラッシュミストを使って非常識な人間の思考をより悪化させた。全ての常識人間を、非常識人をこの日本社会から消し去るために。そんな、クラッシュミストをばらまけば周りに迷惑をかけずに生活している人たちもおかしくなるんじゃ。クラッシュミストは非常識人の思考を悪化させる効果しかない。常識人には無害な代物なんだよ。だから俺たちは正気のままなのか。このまま進めば警察、自衛隊によって非常識人全てが捕まるか始末されるだろう。やばい、じゃあ絶対僕非常識人になりますね。そうすればこの日本は非常識な人間のいない素晴らしい国になり、常識人が非常識人に振り回されることもなくなる。あとはこの事件の犯人が私であると感づかれないよう死を装い、宇宙人の仕業に仕立てて姿をくらませば全て丸く収まるはずだったが、尋常正し、お前のせいで台無しだよ。宇宙人の仕業だと思わせるために俺たちを利用したんだな。そうだ、何の疑いもなく宇宙人の存在を信じていたお前たちの姿はお笑いだったぜ。ひどい、部長あんたって最低ね。最低なのは私にクラッシュネームをつけたあのバカどもだ。部長、一体どんな名前つけられたんだ。そうだな、メイドの宮城に教えてやろう。以前の私の名前は